日からです。16番、私しかし、はい、串田さん、篠下アカデミー、伸び盛りのジュニア1年目串田いくら、予選のベストスコアでは全体トップ。本来の力を出せば上位逆転可能です。ショート9位、串田いくら。冒頭、今シーズンできるようになったジャンプから。トリプルルッツ、トリプルトーループ。こらえました。トリプルルッツ、フライングシットスピン、ダブルアクセル。トリプルフリップ。レイバックスピン。コンビネーションはあと一つつけられるかどうか。ダブルアクセル、ダブルトーループ、ダブルループ。ハイレベルな西日本選手権2位で勝ち上がってきた串田いくら、持ち前のスピード感あふれる演技でした。さて、ショート9位の串田いくらの演技でした。さて村上さん、はい、冒頭のトリプルルッツトリプルトーループですけれども、1ヶ月前の近畿選手権で初めて成功したジャンプなんですよね、はい、こちらトリプルルッツトリプルトーループ、トリプルルッツ降りた後の流れをしっかり生かして、はい、トリプルトーループにつなげていきましたよね。少しこらえた部分もあったと思うんですが、でも良かったと思います、はい、西日本選手権では急マークなどがあったんですけれども、今回はそういったものはなさそうですよね。そうですね、本
に滑り一つ一つがボーカル音楽に合っていましたよね。はい、さて櫛田の得点です。フリーの得点 107.74、 総合 165.09、 この時点で2位、現在トップは中井亜美です。